ちは、のあらぴです。今回は高校入学前にしておいた方がいいと思うことを皆さんにご紹介したいと思います。じゃあまず早速一つ目から言っていこうと思います。まず一つ目は、インスタを同じ高校の人とつながっておくことって結構大事やなって思います。なんでかって言ったら、私実際高校入学前にインスタで何人かつながってたんですけど、実際にその中でも同じクラスになった子とかと、なんか、あ、ないない、インスタで見たないないちゃんやなみたいな感じで、そう、結構話すことがあったんですね。なんかその会話の種にもなるし、結構 DM でちょっと挨拶程度しておいたら、実際会った時もそんなに気まずい感じにはならないし、結構会話も弾んだりするので、おすすめやなと思います。で、二つ目は、前髪を薄くしておいた方がいいと思う。なんか自分に似合う前髪ってあるじゃないですか。そう、重いのが似合う人は重い方がいいと思うんですけど、そのままでいいと思うんですけど、私なんか高校入学前、中学生の時はもうこれよりもめっちゃ前髪本当に重かったんですね。すごく重くって、そう、それを高校入学と同時に減らしたんですけど、なんか前髪を少なくするじゃないですか。ここ三角作って前髪少なくした時に、そのなんていうんやろ、この分けた前髪が伸びるのがやっぱ人によって違うんですけど、すごい遅いんですね。だから中学生のなんていうの時から雰囲気変えておいたら結構垢抜きやすいんじゃないかなって思います。で、三つ目は、筆箱を新しいのにもうなんかガラッと変えた方がいいと思う。なんか中学生の筆箱、中学生の時に使ってた筆箱は私の時は使わずに新しい筆箱で行ったんですね。じゃあ実際入学してみたら、やっぱりなんかもうみんな綺麗なんですよ。すごいなんか新品の筆箱、新しく、そう、中とかも全部入れ替えた感じの筆箱とかたくさん持ってる人がいて、そう、あ、やっぱりそう変えて正解やなって思ったので、これは本当にね、した方がいいと思います。で、次4つ目はですね、やっぱなんか結構言ってる人多いんですけど、遊びは大事だと思います遊んでおいた方がいいと思う。本当に全然なんか中学生受験とかで遊べてなくてストレスとか溜まってると思うんですよ。それで卒業式とかも、もう中学校も卒業して、なんか高校も決まって入学する前の時期あるじゃないですか。あの時はほんまにもう遊びまくった方がいいと思う。それは中学生の友達、中学生の時の友達と、そう、新しいなんていうの、高校の友達とかもまあいいと思うけど、やっぱ中学生の子、やっぱなかなか会う機会なくなるんですね。そう、本当に人によってはもう全然会わへん子とかおるので、やっぱそれはね、中学生の時に一緒にたくさんね、話したりとか一緒に時間を過ごした友達とたくさん遊ぶのがいいと思います。まあ、会う子はほんまに高校になっても全然月1とかで会うかもしれないんですけど、そう、やけどやっぱり頻度っていうのはどうしても減ってしまうので、もうほんまにずっとってめっちゃ楽しかったっていう友達なんやったら、まあ、連絡取り続けるのも大事やけど、春休みとかその時にいっぱい遊んだ方がいいと思います。高校入学前にが大事だと思います。私からはこの4つですね。まず1つ目はインスタをつながっとくことと、2つ目は前髪を、まあ、自分に似合う量に調節することと、3つ目は筆箱をきれいにね、新しく変えるのと、4つ目が春休みとかにもうたくさん中学生の時の友達と遊ぶことの4つですね。私からはこの4つが本当にやってよかったなっていうか、やった方がいいんじゃないかなって思います。これから春にもう高校生になるよって人は、もしよかったらぜひやってみてください。私はこれをして本当に良かったなって思うし、すごい後悔は全然ないと思います、やっておいて。なのでぜひもしよかったらやってみてください。見てくださってありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。シャー TV をご覧の皆さん、こんにちは、カンナです。今日は入学式までにやった方がいいことを紹介します。イエーイ。まず皆さん、ご卒業おめでとうございます。そしてご入学おめでとうございます。イエーイ。本当に受験とか、受験
とか多分されてる方いると思うんですけど、本当に受験とかって大変ですよね。もう私も受験したんで、もう本当に受験期毎日毎日しんどくてたまらなかったんですけど、でもね、入学してから楽しい高校生活が待ってたんで、今はそれでめっちゃ幸せです。イエーイ。入学式までにした方がいいことはこちらです。カバンを新しく買うことです。イエーイ。多分高校生になるにつれて、カバンをリュックからこういう何ショルダーバッグに変える子が多いと思うんですね。私は中学生の時リュックだったんですけど、リュックでも全然可愛いと思うんですけど、私はこのショルダーバッグをおすすめしてます。なんでかっていうと、ショルダーバッグってこうやって自分好みになんかいろんなものとかつけれるから、だから何自分の個性とか特徴とかを出せるし、あとね、私ハチワレがこのね、このハチワレちゃんが本当に好きなんで、本当に好きだからハチワレちゃんをめちゃめちゃつけてるんですけど、結構ねいろんな子に、あ、ハチワレめっちゃカバンについてる子だよねって結構言われたりして、なんか認知してもらう、してもらってます、いろんな方に。いや、あとこのカバンで結構話の話題にもなるし、なんか、え、そのハチワレめっちゃ可愛いねとか結構言われるから、なんだろう、カバンって本当に大事。マジで自分の個性が出るのがこの何ショルダーバッグだと思ってるので、よかったら皆さんね、ショルダーバッグを買うことをおすすめします。はい。あとね、ショルダーバッグってあんまり入らないっていうイメージが多いと思うんだけど、結構ね入るの。私も今あんまり入れてないんだけど、このねハチワレちゃんのペンケース可愛いでしょ。ペンケースとかファイルも結構こんな感じで入ってるし、あとね数学のワークとかも入ってます。結構入るし、あと普段はお弁当とかも入れてるし、あと化粧ポーチも入れてます。結構ねお財布とかも入れてるし、あとなんだろう、スイカとかはね、このハチワレちゃんにつけてるので、本当にあんまり入らないっていうイメージが多いけど結構入ります。ね、もうてか、もう最悪入らなかったらサブバッグとか持っていけばね全然余裕です。本当に。あと JK ってね結構荷物多いけど、マジでこのショルダーバッグで本当に済むので、ぜひ皆さん買ってください。やばい、私ショルダーバッグの PR した人みたいになっちゃったね。まあいっか。じゃあショルダーバッグの販売会社さん案件待ってます。入学式までにやっておいた方がいいことをこんな感じで紹介しました。イエーイ。ね、結構何言ってるか多分分かんなかったかな。分かってほしいな。マジでもフィーリングで伝わってれば大丈夫です。なのでこんな感じで紹介したんで、よければ参考にねしてください。本当にご入学ご卒業おめでとうございます。この動画がいいと思った方は高評価チャンネル登録お願いします。それじゃバイバーイ。 We'll be right back.